さあこんにちは、はい、さあ豊さん、はい、新年早々どこよりも早い今年の開幕オーダー大予想。そうだな、難しいな、はい、まあ、言っとくぞ、はい、ルーキーとかまだ見てないからな。だからそれはアマチュア時代のものは見てるけど、うん、はい、それはアマチュア時代の時の周りとそのドラフトにかかった選手を見てたら、うん、やっぱドラフトにかかった選手ってピカイチだからさ、うん、それはあすごいなと思うよ、はい、でもこれをプロに入れた時にすごいのかどうかっていうのは見てません、まだ。そうです、なんとキャンプも始まっております。始まってないんだちょっとね、うん、そこら辺はそう、ね、少しやんわり見といてよ、うん、確かにそうですよ ね無理がある期間、ね、オーダー入らないのかって分かるかよみたいな、ね、なので改めてまだキャンプ後にもやりますが、そうそうそう、まあ、どこよりも早いと、まあ、そうだね、ということでちょっと初夢的な感じでいきましょう、はい、さあ今日もセットアップは1チーム実です。はい、じゃあセリーグ引いてください、豊さん。はい、さあどのチーム豊さん引くかな。2枚引いちゃってますね。これ見ないよね、はい、こっち戻す、戻します。見てないですよね。横浜。おお、横浜豊さん来ましたか。黄昏港のホテル、五木ひろしさんですね。あ、はい、正解正解、はい、こちらはオリックスです。昨年の日本一ですよ。ここをもしかするとね、ガチで当たるかもしれないですよ、今年。これなんか港町みたいな。あ、そうだ、神戸も。そうそうそう、まあ今神戸じゃないけどね、大阪ですね。大阪ですね、そうでしたね、はい、いきましょう。はい、はい、じゃあまず横浜です。 DeNA、 はいね、うん、どうしました。いやいや、これはいい。どうですか、大幅な変更とかは。あ、そんなにないんだよ。まあそうですね、そうなんだね、はいはい、じゃあいきましょう。もう1番多分あの選手です。はい、はい、1番、はい、センター、うん、ゴールデングラブ賞を取れませんでしたみたいな。桑原、はい、今年は取れ。そういう意味も込めて、ね、まあでももうこの選手しかいない。もう、そうなんだよ、印象なんだよ結局、はい、ね、本当にね、絶対取っておかしくなかったんだよ、うん、でも取れなかったっていうのはやっぱ安定感にかける、はい、これがね、守備じゃなくてバッティングなんだよ多分印象的には。え、桑原っていうのは出たり入ったりしなかったみたいな、はい、岡林はなんか安定的に出てたみたいな、うん、桑原頑張れよ、まあ本当にね、安定して出て、そう、いいかって、はい、ね、1億以上もらってんだこいつ、びっくりするぞ。あ、そうだったんですね。いや、そうだよ、びっくりするだろ。いや、あいつルーキーの時から知ってるからさ、はい、お前1億選手になったら責任あるぞって言っとく、ね、うん、いや、こいつね、本当にいいやつで、はい、責任感も強いやつなんだよ。あの、言ってましたね、当たってでもいいから出ろと言ったな。もう、いいか、絶対出てこいって、うん、絶対避けんなったら絶対避けない。もうそのぐらい使命感が強いんだよね。あ、まあ、だからもうとにかく今年は3割近く、はい、3割打てとは言わないけど3割近く、うん、まあ、打てるバッターだし、はい、ね、近くは必ず安定的に打てるバッターなんだよ、はい、テレンコテレンコしてたら、うん、ね、キッチャー旗ヨークみたいな。古いな、ちょっと古いよ。何ですか、ちょっと古すぎるな。五木ひろしさんとか、そうだ、まあ、テレンコ旗ヨークさんとか、旗ヨークさんいいんですよ。テレンコテレンコってのも好きですよ。あ、まあそうだな。なかなかね、現代では使うんですけど、はい、まあ、桑原選手1番頑張ってください、はいはい、2番、2番、ね、はい、ライト太田。あ、太田大志選手。あ、はい、もうお前いけ。おー、いや、太田の能力って相当あるから、はい、いや、3割打って20盗塁20本打てるから。おー、今もそうなんですね。今もそうだよ、はい、だからあの紙走塁見た、はい、あんなお前190ぐらいあるような選手がこんな回り込めるってお前すごい、相当すごいよお前、ワニみたいになっちゃってるから体ぐにゅって、そうそう、身体能力もすごいイメージなんですね。高いもういけと、スタメンに掴んでください、はい、3番、はい、レフト佐野。あ、佐野選手、はい、まあ安定感だね。そうですね、ここら辺は、まあ、とにかく頑張れと、はい、変わらずです、ね、はいはい、4番、はい、4番、牧、はい、まあそうですね、牧、まあ、まあ好きですね、堂々と牧、そうです、全然じゃない、4番牧。なぜ2回言ったんですか。いやいや、まあ、ちょっと分かってる人はいるかなと思ってね、サッカーのね、思い出す時間があるじゃない人って、その時間を取ってあげたという、ね、あ、な、大きなお世話だって言ってるけどね、牧、うん、はい、選手もうそうですね、4番、はいはい、もうね、チームリーダーって言ってもいいよ、うん、まあ、佐野がキャプテンだとかチームリーダーっぽくやってるけど、はい、やっぱ牧だな、もうここはそうですね、そうだから使命感、はい、そういうものを含めて頑張れ、はい、あの一つでも多くデスターシャーを見せてほしいですね、4番で。やっとくか。去年はね、デスターシャーで炎上しましたし、デスターシャー
そうですね、あのね、OB 会で球団の社長が来てた、はい、ね、で挨拶行った、酒飲めないんだろうな、タコみたいな真っ赤になってんだよ、あら、弱いんですか、ね、僕飲めないんですよとか言って、あらあら、いや、じゃあ飲むなよとか思うぐらい顔真っ赤になってさ、でも飲んだんですね、ずいぶん赤いですよって言ったら、うん、あ、私飲めないんですよ、でも高井さんは昨年弟子として やっていただいてありがとうございますだって皆さん見てんだ、ね、皆さん知ってるんですね、タコ社長、タコ社長ね、ひどい、いや、ひどい、真っ赤っかだもん、見事に赤い、私いや俺も赤くなるんだけどさ、はい、こんなに赤くなる人見たことないっちゅうぐらい赤いんだから、じゃあもうぜひ社長に、もう今度社長呼んで酒飲まそうかなと思って番組で、そうですね、いや本当にこのタコ社長が炎上しないことを祈りつつ我々はタコ社長、タコ社長って知らない、え、知らないトラさんに会うんだよ、はい、タコ社長って古いかいやでも愛嬌があるっていうことで可愛らしいってことですよね、そうそうそう、タコ社長って別に能力が低いとかどうのこうのじゃなくて、はい、タコみたいに真っ赤にゆでタコみたいになってる、ゆでタコちゃんみたいな感じですよね、そんなリスルとかそんなんじゃない、本当にいい社長だから、うん、はい、ね、挨拶したらちゃんと受け答えしてくれて、はい、ね、でしたしたみたいなやってくれました、ありがとうございました、はい、本当にね頭の低い人で、あ、ただ顔が赤かったっていうだけだからそうですね、なんでこんな言い訳しなきゃいけないんだはい、はい、マキ、次、はい、ね、5番、サード、はい、宮崎、もう不動ですね、ここら辺はもう不動だから、はい、つまんないんだよ、はい、ね、6番、はい、ファースト、ソト、もうここもそうですね、はい、7番、うん、ショート、京田、スタメン、森選手じゃない、あ、全然違う、え、そこはなぜ、そこはなぜ、はい、いや、京田の方が上だから、ね、現時点ではね、それキャンプ始まったりとかオープン戦見たらわからなくなる可能性はあるよ、はい、でも現時点ではやっぱ京田のやる気を買うね、俺は、どうでした、いやだってね、京田の心境からすると、はい、よし見とけよ中日みたいな、うん、そんな感じになってるはずなんだ、はい、これは憎しみとかそうなんじゃなくて、なんかこうやる気だよ、うん、だからそれには京田一歩リードしてるって他の選手よりは、はい、よし見とけよって、このまま死んでたまるかみたいな、うん、ね、そんな感じがあるから、はい、京田を使う、おお、ね、頑張ってほしい、そこは、はい、はい、8番キャッチャー松尾、お、松尾選手で行くんですね、もう心中だよ、湯高さん、そこを松尾選手に託そう、見てないか分かんないんだけど、はい、そうですね、再三言ってるよね俺も、見てない、いや、そういうとこ使うのかみたいな、うん、そんなになっちゃうけど、そのぐらい魅力を感じる選手なんだ、おー、あー、でやっぱりこうキャッチャーが育ちきった時に初めて俺は横浜の DeNA の優勝があると思ってるから、そうなんですね、松尾選手に いや、 やっぱりね、歴史をたどると、ね、谷繁が入団してきた、もうピンチになったら真っ赤な顔してマウンドに来てて、分からないですって、はい、もうリードで頭がいっぱいになっちゃって、何やってるか分からないっていうところから、98年になって優勝したのは、谷繁が育ったからなんだ、まあ、佐々木という抑えもいたよ、はい、で同じ年代のやつが集まったけど、やっぱキャッチャーって、やっぱり優勝するところには、いいキャッチャーがいるじゃない。はい、それを急ぎたい、その思いを込めて松尾選手をスタメンに、そう、だから三浦大輔を優勝監督にしてやりたいなと思うし、うん、OB の監督だし、で太陽の一番終わりの選手なんだよ、あ、うん、で OB 界にも顔出すしさ、はい、ね、そうなってくるとやっぱキャッチャーを育てて三浦大輔に優勝させたい、今年じゃないかもわからないじゃん、来年松尾が育ちきって優勝させるかもわからない、はい、でもその時はまだ三浦大輔が指揮を取ってるだろう、うん、そうなった時に、ああ、この動画を振り返って、ほう、お、松尾がやっぱり育ったから優勝したなみたいな、うん、なるほど、でやっぱりね、キャッチャーって必要なんだよ、谷繁が入団してから98年まで時間がかかった、はい、でもやっぱり谷繁がやっぱキャッチャーとしてドシッとしてたから優勝もあったと思うんだよ、はい、だから松尾もそうなってほしい、じゃあやっぱり松尾選手、まあ、キャッチャー、うん、そこがキーになってくる、阿部慎之助の時に言ったような、はい、原監督が今現時点、うん、ヘッドコーチの時に阿部慎之助が入ってきて、新人としての開幕っていうのは一生に一度しかないんだと、はい、で阿部慎之助はこれからジャイアンツを背負っていくキャッチャーになっていくと、うん、ね、だから開幕スタメンよろしくお願いしますって長嶋さんがよしと俺が言ってくる、大輔に、お、ね、松尾が新人としての開幕はもう一生に一度しかない、はい、ね、使ってくれ、うん、じゃあ蓋開けてみたら戸柱と笑うなよ、戸柱っていいキャッチャーだよ、ですけ
ど、そうですよ、俺の提案もみたいな。まあ、それしょうがないから却下ね。まあそうですね、その時はそうです、ね、それは社長が言ってるからもう分かんない。あいつの言うこと聞くな。ゆでだこも可愛らしい。てめえこそゆでだこじゃねえかみたいな、かけだこかみたいな言われる。自虐ネタに言いましたね。まあまあそうですね、はい、言っとかないとさ、そう、炎上しちゃいますからね。そうそうそう、いや、何、社長のこと悪く言ってるわけじゃない。俺もあの挨拶すごいね、親近感を覚えたし、うん、なんかすごくいい人だったなと思う。そうですよ、社長のことがね、あの好きだからっていうことですよね。はい、はいはい、さあ、そして開幕投手ね、はい、11勝じゃ足りないぞって今永、はい、ね、昨年2桁、うん、11勝したけども、はい、ノーヒットノーランもやった、うん、でもお前の力って何勝だって自分で言ってみろみたいな、うん、15勝です、それやれんかい。まだまだ責任はある。まあ4勝足りない、はい、だから11勝、うん、ね、お前他のピッチャーの7、8勝だよって、お前の11勝だって、うん、足りない足りないって、うん、だからもう頑張れ、うん、今永、はい、あ、お前今永、お前今永全然踏んでません、ね、全然踏んでなかった。どうしたんですか。ちょっとあのー、そう、疲れ気味だな、疲れ気味で顔が真っ赤になってきましたけど、ネジがおかしくなってきた、タコみたいな、まあ今のように託します。そうです ね、はい、はい、頑張ってほしい、はい、というわけで今回はセ・リーグは、どこでしたか、江戸さん、あ、いえねえねえ、また忘れちゃう、パ・リーグ、ちょっと待って、パ・リーグどこかも忘れてるだろ、なんでしょうね、なんでしょう、ちょっと喋りすぎか。はい、誰、オリックスだろ、オリックスです、オリックス、そう、昨年の日本一です、ね、え、連覇、はい、ね、え、日本一、ね、頑張ってほしいと思う。なんかもうここは鉄板で決めてくるのかな。まあでも吉田正尚が抜けてるし、そうです ね、抜けた時ほぞほぞこそお互いに大丈夫ですか。抜けた時ほどほど、はい、頑張って、そうです、ね、そして森選手が入ってきますからね、 そのあたりどうなるのか、はい、じゃあ1番いきましょう。1番センター福田、福田選手、はい、ね、テレンコテレンコしてないで、テレンコテレンコ、まあ、昨年のあのー、サヨナラセーフティーバント、はい、ね、これは印象に残ってるけどね、うん、まあ、安定して1年間頑張ってるって、安定してできる選手だけにさ、はい、ちょっと昨年は少し安定感に欠けたな、そうですね、一昨年出たり出なかったりとか、はい、ね、そうじゃなくてもう1年間フルに働いてほしい選手がね、はい、1番を守ってね、はい、はい、2番、2番、はい、サード宗、もうそうですね、宗選手ですね、なあ、宗、はい、もなんかこうピリッとしないところがあるんだよね。そうなんですよ、だから一昨年の方が去年よりもっていう、まあそうだな、率が悪かったし、うん、あ、だからもうちょっと率をね上げていくように、そこですね、あ、頑張ってほしいと思う、はい、ね、はい、そして3番レフト中川、お、中川選手、昨年ブレイクしたね、そうですね、安定感あったしね、はい、なんかこうスパイスの効いたプレー、うん、をする選手だね、バッティングも含めてね、はい、だから中川頑張って、ね、3番、まあ、昨年吉田正尚、はい、3番打ったりとか4番打ったりとかしたけど、はい、その一角に中川を使うという、うん、ね、だから責任は感じなくてもいいけど、重圧を感じなくてもいいけども、うん、自分ができる範囲の中で精一杯やってほしいよね、はい、そうですね、吉田正尚になれる人間は一人しかいない、うん、誰か分かるか、吉田正尚選手自身、そうだよな、お前なんかいいね。いやいや、いや、そうそうなんだよ、はい、ね、本人しかならない、はい、だから中川頑張れ、頑張ってほしい、ね、さあ、はい、ちょっと待ってください、次4番です、はい、4番、豊さん名前言う前にこの選手を4番に置いたのは理由を言ってください。私4番5番どっちなのかなっていうのを思ったので、あの選手とあの選手でもう疲れてきてる、疲れてない、疲れてない、4番に森選手なのか杉本選手なのかどちらなのかなっていうのをちょっと楽しみにしてたので、ああ、どっちだと思う、私は4番杉本選手、ああ、それそうだよね、ああ、そうですね、それはなぜかというと、はい、やっぱ背負ってきてるじゃん、オリックスを、はい、ね、優勝の時から4番を打ち、うん、ホームラン王を取り、うん、昨年の日本一、はい、ね、5番を打ち、うん、吉田正尚がマークされるその重圧に5番置かれて、はい、それ結果出したじゃない、うん、やっぱそういうチームの歴史をこう背負ってきた選手、やっぱこれは4番だよ、そうですね、ああ、だから杉本なお、ね、頑張れ、去年苦しかったでしょうか、いや苦しかった、でもよく耐え抜いたしな、はい、今年はもう少し楽に打てるんじゃないかなっていうような、うん、期待はしてるしね、ただやっぱり吉田正尚選手が前にいなくなってしまったっていう落差がある、
そうですよね、うん、そこもやっぱり責任も自分にっていう。いやだからテレンコしてたんだからテレンコテレンコ好きですね。いや だけど杉本がね、はい、やってくれると思うよ。期待したいですね、はい、そして5番です、はい、開幕に限り DH 森。え、ちょっと待ってください、開幕に限り DH というのはどういうことでしょうか。やっぱ開幕はさ、はい、勝たなきゃいけないじゃん、はい、勝ちたいだね、はい、で先発ピッチャー分かっただろう、もう言わなくても、うん、分かる、誰だ、山本由伸投手。そう、はい、それはいつも組んでる人の方がスムーズじゃない。だ森としてのキャッチャーの評価が低いっていうんじゃなくて、はい、開幕は山本の球を受けるのはやっぱ若月の方がいいよ。ああそういうことなんですね。そうだから DH 森のバッティングを買う。なるほど、この開幕に限ってですね。はいはい、はい、ね、まあそれはピッチャーによっては DH に入ったりとかもするときあるかもわかんないけど、ほぼ森で被っていく。はい、うん、だからまあ DH がいればね、ちゃんとね。はい、はい、森、はい、ね、6番、はい、ファースト頓宮。あ、頓宮選手、頓宮のホームラン、あのなんていうの、ロッカールームだ。ロッカールーム、はいはい、あ、ロッカールーム、あ、違う、あれなんて言ったっけ、あのラジオみたいなこうトークできるやつ、途中で流行ったじゃん。クラブハウス。クラブハウス、あ、クラブハウスかクラブハウスな。クラブハウス懐かしいですね懐かしいだろ、はい、やってる。やってないです。やってないだろ全然いや、あれでね、頓宮をホームランを喜ぶ会みたいな、そういう部屋があったんだよ。だから頓宮ってやっぱ人気あるんだなと思って。愛されキャラなんですね。そうそうそう。でそこ聞いたんで、聞いてみました、入って。いや聞かない聞かないいや聞いたら高木豊が入ってきたって、少人数なんだもん。バレちゃいますね。バレちゃうんだよ。恥ずかしいですか。そうそうそう、ちょっと、うん、はい、はい、6番ね、はい、はい、7番。何何そのプチ情報だけですか。そうそうそうなんでなんかもうちょっとなんかこうなんか理論ついたものがあるのかな。ああ理論、はい、まあ、昨年良くなってきたよね、だいぶね、はい、はい、以上いいですよ、はい、次行きましょう。7番、はい、紅林。紅林選手、紅林もっと期待したけどな、俺はね。去年そうですね。そうだな、うん、残念ベストナインだっけ。はい、出しました動画で、うん、なあ動画で紅林を選んだんだけど、はい、能力的にはさ、ものすごいポテンシャル高いんだもん、はい、体もあるしさ、うん、だからそのスケールの大きい内野手に今年はやっぱ仕上げてほしいな、うん、でましてはショートというさ、まあ、内野で言えば花形だよ、はい、まあ、そこら辺でね、うん、あれだけのポテンシャル持ってて肩の強さもあって、うん、あとは打つだけだから、もうバッティングだけ。あと選手、そう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 、はい、だから頑張ってほしいなって期待してるよ。そうですね、勝負強い顔もしてるしね、うん、面構えもいいし、はい、ね、だから頑張ってほしいと思います。はい、はい、8番、8番キャッチャー若月。ここはそうですね、まあここら辺はね、まあ、中嶋監督の使い方っていうのは、うん、まあピッチャーとの相性とかいろいろ考えながら、はい、うん、やっぱ開幕っていうふうに考えるとさ、山本にもう言っちゃうけど開幕投手ね、はい、もうこれは言わなくても分かるという、鉄板ですね。そうやな、はい、だから気持ちよくスムーズに投げてほしいよね、うん、だからそういう意味では若月、はい、このコンビっていうことですよね。そうだね、はい、で9番、はい、セカンド足立。足立ちゃん、うん、はい、お友達？え、違います、あだ名です。あだっさん、あだっちゃん本当に、はい、あのオリックスってあだ名で、あーやるな、ラオウとかな。そうなんです、うん、あだっちゃん。森は何なのかな、森選手なんて呼ばれてるんですかね。なんだろうね、うんうん、森ちゃん。いやいや違う違う、どうやって呼ばれるんだろうなって。いやだってここに名前のとこにつけるんでしょ。あ、まあそれも楽しみにしたよ、ね、あ、森選手はね、そうです、ね、初のことですし、はい、はい、まあそういうことでオリックスのスタメンでした。はい、というわけで今日はですね、セ・リーグは、はい、横浜。そうだよ、はい、何どうしたんだよいやなんかごちゃになっちゃって。大丈夫ですよ、セ・リーグは横浜、はい、そしてパ・リーグはオリックスの開幕、はい、大予想しました。はい。